路面電車の軌道が敷地のすぐそばを通る高知市大津大津の加古神社。毎年7月19日に夏祭りが開かれています。社殿には地域の代表者およそ30人が集まり、お祓いを受けた後、玉串を奉納し、五穀豊穣を祈願しました。加古神社は高知市の大津、高須、葛島地区の氏神様です。紀貫之が京に戻る際に送別の宴が開かれたと土佐日記に記されている場所で、古くから熱い信仰を集め、地域の集いの場となっています。今も変わらずにたくさんの参拝客が訪れていて、昨日は参道におよそ30の出店が並び、子どもたちの笑顔と歓声があふれていました。